秋田県知事がじゃこ天を貧乏臭いなどと発言し波紋を呼んだ問題についてです。この反響で今じゃこ天が逆に全国から注目を浴びているようです。今日まで4日間熱戦を繰り広げた年輪ピック、その開会式で挨拶した中村知事は選手団に鯛めしをはじめ愛媛の美味しいグルメを堪能してほしいと呼びかけた後、今月秋田県の佐竹知事がじゃこ天について貧乏臭いなどと発言した問題を逆手に取り、ユーモアたっぷりの挨拶で会場を沸かせました。柔らかくて香りがとにかく香ばしいです。このじゃこ天が今注文殺到しているんです。宇和海で獲れた小魚をたっぷり使った宇和島じゃこ天に、地元でハランボと呼ばれるホタルじゃこだけを使ったハランボじゃこ天、製造を販売している宇和島市の安岡かまぼこでは、そうですね、もう日頃の注文の 1.5 倍。貧乏臭い発言が報道された翌日からじゃこ天のネット注文が急激に増えていて、そのうちなんと6割は秋田県民からの注文だといいます。初めて注文するので楽しみにしています。秋田の酒でじゃこ天をいただきたいと思います。中にはこんなコメントも。うちの知事が失礼しました。お店の前菜で使わせていただきます。あの発言が逆にじゃこ天の知名度を上げた形です。いいんです。全国に広まって逆に、ね、いい批判が宣伝になりましたね。それいいことですね。体にもいいしね。今までじゃこ天を知らない人全国にいっぱい出したんで、知らない方が食べていただく、まあ、ことが一つのチャンスになったかなと思います。このかまぼこ店は愛媛の特産品を知ってもらういい機会になったと前向きに捉えているそうです。